この間工事中で行けなかったの。この間工事中で行けなかった。なんかね、なんかね、行けたんだけども、次。今回は行きます。あの、Cさんは入ってた。はい、お願いします。あの、西の宮。はい、西の宮。いや、雰囲気ありますね。よいしょ。京都の自然200選に入ってみたですね。元上三社ということで。そうね、センターに御神木がありますね。すごい雰囲気ですね。うわ、これはやっぱりすごいわ。天井の木かな。元伊勢内宮大神社のまー老子杉っていうやつみたいですね。ご神木ね。ああ、竹でできてるね、お社ですね。ね、鐘の鳴る木、石っていうこと。前の方がいろいろやられてますね。満足するまでやってると思います。気持ちはわかります。ほら、ここ、海洋面白いね。4年間いらっしゃったという割には大きいですよ。違いますよ、ですから。黒木鳥居というのも珍しくてね、うん、もう全国で、ここと野々宮、京都の野々宮でしたっけね、それと、福井の方の白山神社だったかな、とあとは大城祭の時ですね、うん、この黒木鳥居が使われるのは、珍しいんです。すごいですね。この小さいお社が何個あるんでしたっけ？約80ですね。80、はい。
半周するぐらいの感じでいけますもんね。はい、集中してるのはやっぱこちらの方なんですよ。うーん、で、淀姫さんはあっちです。まあ、あと今、前さんですね、はい、セオリツ姫の拙者の方ね。そうですね。はい。じゃ今からちょっとセオリツ姫様の拙者を皆さんにまあ、あとここからですね。こちら日前神社と書いてありますけど、もちろんこれは和歌山の、日の熊国かかす宮というふうに言われている阿比の前宮、ホツマにはね阿比の前宮というふうに出てきますけども、セオリツ姫様をお祭りしているお社ですね。うん、日の熊国かかす宮というのはあの伊勢神宮の元のスタイルと同じで、こちらに国かかすの神天照大神様と、それからこちらにセオリツ姫様が祀られていると。もちろんあの神様の名前は、うん、あの伏されている、うん、違う名前が書かれてますね。そうですね、うん、国かかすの神とあの日の前の神ということでね。でそこの日の熊神社のですね、ご神体のお鏡というのは伊勢神宮のご神体のお鏡が作られた時に同時に作られた鏡ですので、うん、まあ、格式としてはほとんど同等ということになるんですよ。うん、その日前さんですから瀬織爪様をお祭りしているということになるわけですね。うん、はい、でこちらが滝原の宮ですよね。三重県大紀町、伊勢神宮から南西に約15キロぐらい直線距離で、滝原の宮、滝原の並び宮ということで、こちらもですから古くからのスタイルを残しているお宮ですよね。その天照しますすめお神の御霊をこう2つのお宮で、まあ、あのお祭りするというふうになってまして、でもしきたりとしては一応、参道がこちらにありまして、こう入ってきて、まずはこちらの滝原の宮の方からお参りして、その次に滝原の並び宮をお祭り、お参りするというふうな、まあ、習わししきたりになっているということになっておりまして、こちら側ですから滝原宮の方が天照総御神、滝原の並び宮の方が、瀬織純様が祀られているという、ね、伊勢神宮の元のスタイルを残しているお宮で、由緒書の方にも正式な由緒書というのは伊勢神宮が直接管理している伊勢神宮の別宮ですので、所管者ですので、うん、伊勢神宮が、公式に認めている由緒書なんですけど、そこにはこのような並び方で祀っているのは実は伊勢神宮の元のスタイルですよということをはっきり書いてですね、うん、つまりこちらに、天照大神の御霊を、でこちらに天照大神様の荒御霊、つまり瀬織爪様を祀っていた、その元の古い形ですよ、うん、ということをまあはっきりと述べているわけですね。うん、ですからあの伊勢神宮もまんざらそれを全部ひた隠しに隠してた、隠しているわけではないということですね。うん、はい、ですよね。この本殿の中央の真北に位置します、こちらが荒祭りの神社になっていますね。ええ、荒祭りの宮として、うん、伊勢神宮でお祭りされております瀬織爪様ですね。うん、はい、ですからちゃんとここの元伊勢のね拙者作った人もともとねちゃんと分かってらっしゃるんですよ。天照さんと瀬織爪様のね、うん、ご関係というのをちゃんと分かった上で、うん、そういう位置の場所にちゃんとね、うん、並べておられるわけですね。うん、こちらが、天照大神様と瀬織爪様が最も長くお住まいされて日本の国を治めされてた伊沢の宮ですね。伊勢神宮から南へ10キロぐらいのところ、磯部町の伊沢の宮、そして佐見長神社ってことですけどね。伊沢の宮の方も平安時代ぐらいまでは二柱の神が祀られていたと。玉柱や姫の御事というのが瀬織爪様、伊沢富の御事というのが天照大神様ということですね。そうなんです。伊沢富の御事、まあまあですから神明を変えてですね、祀っちゃってるわけですよね。それがまあ真相ということですね、伊沢の宮ね。で現在は伊沢の宮は天照大神一神を祀ってるということになりまして、で瀬織爪様のご神体は三見長神社の方ですね。三見長神社の方の、しかも三見長神社の本殿じゃなくて、末社の方ですね、三見長御前神社の方にまあ祀っているということがまあ真相なわけなんですね。はい、で三見長神社の方はもう一切看板も標識も出ていないと。ですからほとんど見落としてそこにお参りする人は非常に少ないということですよね。でもちゃんと、分かってらっしゃる方には分かってらっしゃって、ちゃんと大事なお宮だということでちゃんと お参りされている方もいらっしゃると。
うん、こちらもね。そうなんですね。ですから、あの天照さん、天照の神様と瀬織爪様だと思うんですけど、これ読み方によってはイザナミ神社とも読めますね。そうなんですよね。うん、多分あの玉柱姫の御事と伊豆富の御事だったと思うんですよ。その右側にあったイザナミ神社もね、伊沢神社もね。ですからこれで、あの日前さん、滝原さん、荒祭りの宮、伊沢の宮、が伊沢神社で5つですよね。でそれにもう一つあのありまして、それが北村さんとすっごい関係があるわけなんですよ。それを今からちょっとヒュッと、はい、どういう関係性があるんですか。こうちょっとご説明を。はい、産砂浜、佐賀に淀姫神社ってあるんですが、はい、あのそちらは私の産砂様と教えていただいて、それで先日、はい、大阪の淀駅の、はい、あこれね、うん、淀姫神社、ね、ついこの前ですからが誕生先 の、はい、あの大阪の淀姫神社で、ね、うん、奉納して、奉納されたんですよ、お二人でね。まさか、うん、その時には全然気づかずでしたね、セルシムさんとは。